ください。見えますか、芦ノ湖の鳥居のある箱根神社は757年に創建されました。はい、撮りますよ。はい、はい、はい、ありがとうございます。ちゃんと撮れてます？はい。残り30分。どうした、キットナッパー。やっぱり変、新一。遊覧船に乗ってからずっと。そんなことねえよ。わかるよ、私には。わかるよ。何ですか今の。わかりません。とにかく行ってみましょう。あれ、その子の故障者。まさかその子はここから。南田さん、船長にすぐに船を止めようか。わかった。無事にいてくれ。ライフジャケットが一つなくなってる。ライフジャケット。やっぱり智子さんは湖に。決めつけるのは早い。北島先生、南田さん、手分けして船内の捜索を。はい。船長は緊急に連絡して湖とその付近の捜索を依頼してください。分かったか。ライさんはクラスのみんなに心配するなと伝えてください。中はからここなら人一人隠れられる。キットナッパーは最初からここに隠れていて、一人になったその子を襲い、ライフジャケットを着て湖に一緒に飛び込んだのか。現在地は芦ノ湖の南側中央です。はい、すぐに桟橋に停船します。大きな音がしましたが、船には問題ないのでお教えしてください。そっちは？いない。お母さんと。私は操舵室で舵を取ってます。僕は船前方のデッキです。まさかね、こんなことになると思わなかったんでね。大丈夫。
あれ見てください。今すぐ捜査本部に連絡を。誘拐されたのは鈴木財閥の次女、まだ犯人からの連絡はないとのことだが、身代金目的の可能性が高い。我々に課せられた任務は鈴木園子さんの発見と保護だ。なんだ君は。工藤新一、探偵です。捜査に協力させてください。探偵。ああ、ほら、あのマスコミなんかで取り上げられてる、東京で何事件をいくつも解決したっていう。君がどれほどのものか知らんが、ここは部外者は立ち入り禁止だ。俺は部外者じゃない。その子は大事なクラスメートだ。警視庁の目黒警部に連絡を。俺を捜査に。俺は警視庁の言いなりやな。何してるんだ。捜査だ捜査。待ってください。一つだけ教えてください。見つかった酸素ボンベの残量は180。それは何だ。いえ、ありがとうございます。もしもし、お父さん。何、大金持ちのジャジャウマ娘が誘拐されたの。私心配で。お前の大事な親友だ。俺が必ずその子を見つけてやる。すぐそっち行くから待ってる。もしもし、お父さん。その子どうか無事でいて。目暮警部、こっちの警察には捜査の協力を拒まれました。やはりそうか。県警の玉川君は私の1万倍上を行くほど早々融通の利かない堅物な男でな、攻略不可能、県警のエベレストと呼ばれているんだ。すまん、力になれなくて。いえ、僕は僕で何とかします。はい。片谷新一君。キットナッパー。ここ。園子は無事なんだろうな。とりあえず、今はね。こっから出せ、バカ野郎。しかし、あっけないワンサイドゲームだったね。あれほどのヒントをあげたのに。つまらないよ、これじゃ。だから、明日また一人、いただきに行く。君があまりに不甲斐ないから、今度はもっと大きなヒントをあげてもいいよ。なんだ。明日の誘拐は、正午ちょうどに行う。一秒の狂いもなく。それまでに、お前の正体を暴いて。その子を救い出す。ホテルで待機しろって言われてんだろ。新一だって同じでしょ。よくここだって分かったな。
新一なら絶対にその子のために動いてくれるって思ったから。手がかりはここしかないし。はい、これ。ずっと何も食べてないでしょ。新一、事件に没頭すると何もかも忘れちゃうから。サンキュー。私にも手伝わせて。お前がいても足手まといになるだけだ。何かしたいの、その子のために。